青山レイミ。青山ちゃん。いますね。ちょっと行ってみましょう。どうも大概レイミちゃんの目すごいエロいですけどね。会社公開者出す。それ見つけたらちょっと私会社辞めます。てい。よし。最近あれらしいですね。なんかリリーちゃんたちがなんか隠れ家で仕事してるって。隠れ家仕事してる。僕知らんすもんね。秘密の部屋で。リリーちゃんと、はい、秘密の女子。秘密女子ですね。あなた青山。青山ちゃんです。青山レイミ。青山ちゃん。いますね。ちょっと行ってみましょう。行きましょう。俺の同級生の知り合いの社長なんですよ。これパクられた感じじゃないですよ。パクられた感じじゃない。貸してる。で、まあ、今組んで、はい、で誰か貸してもらうって形だよな。ちなみにこの上にあるんですよ、事務所ね。でもこっちから出たらパンチラできますよ。パンチラってしてる。パンチラじゃないよ、肛門が見えちゃうよ。もうこれパンチラから見てきたら。パンツ通り越すだろ。いい具合に通り越せるもんだよ。パンツすかって肛門まで見えちゃう。こんにちは。こんにちは。カメラ回ってるけどいい、もうカメラ回ってるよ。涼しい。もうめっちゃ綺麗だ。カメラ回っとっていい？いいやいいやいいや。レイミちゃん、レイミちゃん、レイミちゃん初公開、レイミちゃん初公開、レイミちゃん初公開、公開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 。え、ダメ？ダメです。ダメ、いいや。インサイアップする。インサイアップするんで。写真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 。じゃあ、これ100万円で回るいいじゃん。でも、もうモザイクかけるから、じゃあ。はい。いい？本当にかけてくださいね。うん、いいよ。そうやって、ミスがあるかもしれない。ミスがつきますからね。ミスがつきます。嘘。もうじゃあ俺が編集に言うから、はい、モザイクしてって。はい、ただ、最悪、まあ、編集ミスがある可能性はゼロじゃない。これは視聴者のために言ってるけどね。私会社辞めます。わかりました、わかりました。先生でした。わかりました、わかりました。じゃあ絶対かけますんで、じゃあ座ってください。あ、大山レイミさん。カメラ持っていただけますか。本名じゃないからね、一応インスタやってんだよね。はい。うん、インスタ、今会社のやつやってくれてるんで。これは多分モザイクやってる。回ってますか。え、本当にかかる。もう今カメラ回ってる。めちゃくちゃバッフリしますよね。カメラ回ってる。めちゃくちゃバッフリしますよね。いいね、いい部屋だね。いいっすね。そうですね、もう揃いすぎて、いろいろ。ほんとにめっちゃ揃えてくれたんですよ。俺びっくりした。最初にさ、俺が部屋貸してくれるかくれんかって言った時にさ、はいはい、見に行ったじゃん。はい。もうこんな綺麗じゃなかったでしょ。そうです。いや、私も出来上がってからしかちょっと見てないんですけど、写真は見せてもらって、このなんか何リノベーションする前の、うん、これだって冷蔵庫とかも全部なかったじゃん。うん、あ、ほんとに全部揃えてくれてます。ほんとに照明もなかったじゃん。これしかも、パソコンしか持ってきてないっていうぐらいのレベルです。うん、何も、何もないでしょ。あれ、テレビもあるよね。はい、もうテレビもあるし、なんかシャネルとかありますね。クロームテストもついてるし、みたいな。マジで。これ全部作ったんですよ。いや、もともと事務所はあったの。で、俺が見に来て、なんか、要は、まあ、うちの事務所がパンパンで、SNS のね、チーム作るので、はい、ちょっと事務所貸してよって、シャネル取って。はい、使ってないって言ったんで、あ、じゃあ貸してよって。あ、いいよって。エアコンまでつけてくれたんでしょ。そうですよ、これもつけてくれるし、日本もつけてくれる。いやいやいや、絶対下心あるだろ。いやいやいや、レイミちゃんでやっとんちか。まあ、リリちゃん癖悪いで、うるせえで。まあまあ、あのシャトル。うわ、レイミちゃんでやってんじゃん。あの社長だったら多分レイミちゃんっすね。レイミちゃんだよ、あの社長だったら。でも社長も大概レイミちゃんの目すごいエロいですけどね。誰俺。はい。それ目がエロい。いや、あいつだよ、セクハラするな。あいつ絶対もう狙っとる。いや、社長も大概じゃないですかね。いや、絶対狙っとるでしょ。いやでも普通に、何、まあ、お父さん的な性質ですよ。いや、でも多分、なんか絶対盗聴器とかついとるんですよ。あいつ絶対、見とるよ、これ。それ、捕まるやつ、捕まるやつ。それ、捕まるやつ。あんなやつ捕まらないんだわ。買ってくれたのに。どう？優しい？やっぱ。いや、そうですね、社長と違って、めちゃくちゃ優しい。社長と違ってがいいじゃないですか。どういうの。じゃあ、あいつは絶対ただセクハラで優しさしそうだけど。いやいやいや、そんなに社長の方がセクハラです、ね、俺は別にドライセクハラ。いやいや、わかんないですよ。乾ききっとるセクハラ。乾ききっとるセクハラ。セクハラはセクハラじゃないですか。ね、レイミちゃん、レイミン、レイミン、モザイク取っちゃうよ。締めとるっすね。レイミンちゃん、マジセクハラセクハラセクハラ。マニーでもめちゃくちゃいいじゃん。はい、めっちゃ綺麗です、ね、マジ俺言わなかんね。だって家賃もまだ決まってないし、ね、これ。あ、そうなんですか。うん、マジこんなんだったら僕欲しいですね。ん、欲しいですね、こういう事務所。
どの事務所だっていいよね。いいですよね。僕来ていいですか明日から。お前なんかあの脳みそついてねえんだもんね。全然ついてねえんだもん。いや別にちょっとここについてないもんでいいですよこれ。一個携帯いじってるだけだろ。携帯いじって喋るだけです。まあ実際じゃあここって何仕事何やってる。会社の SNS 系のことやってるんですけど、うんはいまあ、企画とか、うん、そのセミナー内容のネタとか、うん、原稿を作ったりとか、まあ、SNS で、まあ、YouTube のアシスタントとかそういう系で、ね、そうですね、うん、ちょっと全然セミナー動画が終わるんですけどね、うん、今言うことじゃねえだろうよく言ったよく言っただけどね、やっぱ資料は作ってくれてるもんで、すごいいいコメントだよね。めちゃくちゃ勉強になった。コメントは本当にいいですね。維持率とかも結構いい気がします。高い、あ、視聴維持率ね。だって見てくれてる長い。そうですね。見て、見出したらいい内容なんだと思うんですけど、うん、なかなかポチってしてくれないです、ね。ただもう、俺だもんで、なのかな。俺は見かな。いや、違う違う。多分僕らは映ったらもんですよ。あそうですよね。あえサムネに僕らの写真がないもんですよ、お前で サムネだけでも。ちょ、お前、キレイルメントかぶらしてないじゃあ、お前、でもセミナー動画やろうか、撮ってないの。いや、そうですね。いや、撮ったんじゃないの。いや、撮ってんじゃない。もう撮って、編集をお願いしたって感じ。あ、もう編集お願いした。お前も早く撮れよ、じゃあ、動画。セミナーっすか、うん、いや、僕今、赤色のヘルメット探してます。ちょっと出るじゃん。赤。黄色じゃないですか、社長は。社専用。赤色のヘルメット。いや、赤色のヘルメットで被って、うん、僕もニッカポッカ履いて、撮ろうかなと思ってます。ああ、そういうことね。はい。なんで俺セミナーの時普通のスーツ姿じゃん。でもヘルメット被ってないでしたっけ。ヘルメットかぶってる。だけどスーツ姿じゃん。ああ、はい。スーツ姿に、まあ、シャツ姿に。別に作業着てないじゃん。僕、なんか、その嫌なんですよ、堅苦しいのが。やっぱ職人なんで僕は逆に顔は硬そうじゃん。はい、顔は硬そうじゃん。顔硬そうじゃない、深海魚です、柔らかいって言うね。まあ言ってここはでもあれなんだね、男子禁制ですね。男子禁制派になってきちゃってるんですか。いいじゃん、会いたいの、会いたいの。いや、貸してください、男子禁制ですよ。あここの貸しベッド社長とできとんな、もうお前。できてないですよ。お前できとんな。できてないって。まさか俺がセクハラのくだりからおかしいと思ったんだ、今日の。男子禁制なんで、その。いつも俺のこと好きな目で見てるのに、今日好きな目で見てるんだけど。俺のこと好きな目で見とったんだけど。いや、勘違いです。ただそれは、その、君を傷つけたくないから言わなかったけど、やっぱ君を俺は幸せにしたねえかもしれない。そうですね。ここの社長にしてもらったらしいぞ。あの人嫌い。俺あの人嫌い。いや、僕は好き。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 あの、レインちゃんに乗り換える。逃げて。まあでも、あれだね。インスタとかもやってるでしょ。はい、やってます。インスタはレンちゃんもやってるでしょ。はい。で結構ね、更新しよう、これがもう上げとったね。はい。なんか俺のパシャリの姿、あれ使われたとはな、まさかの秘密の写真使われて、あれちょっと面白かったよね。そうです。秘密の写真、秘密の写真、2人で秘密の写真、いいですか。パシャリ公開者だす、まさか2人きりです。まあセクハラじゃなかったね、あれは。レンちゃんできとるですね。レミちゃんが俺にセクハラしてきたやつ。そんなことあるんですか。そんなことある。レミちゃんやめてー、レミやめろー、レミやめろー、レミレミレミやめろー、俺のことそんなことすんのやめろー。ちょっと帰った方がいいですよ。結節をして、結節に。ちょっとあの、100等番します。レミやめろー、レミやめろー。もうちょっとあの光越し山に見えるカモめちゃ怒らん。こいつ怒らん。やらかしよ。やらかしよ。まあまあ社内上司だね。社内上司。言ってないかもしれない。あ、そうそう、これ。レイミーやめろ。まあでもいいじゃん。本当にあ、俺言っとかなかったね。いや、そうですね、本当に。レイミーやめろ。やめろ。レイミーやめろ。それまで聞かったっすね。お帰りしかも俺自分でこうやって撮ってチクッとしちゃったのよ。それカットだし。じゃあ真面目な話で言うと、まあここで、まあ、インスタやったり YouTube の企画考えたりとか、ホームページが求人だ。そうですね、はい、もうできるでしょ。7月。そうですね、もうそろ結構出来上がってきてる。できるよね、はい、まあ、求人を作ってて、求人っていうのはね、みんなが、まあ、全国からうちで働きたいって来るから、会社さんも集めて、まあ、会社さんも今は無料でやろうと思ったんですけど、まあ、どっかでは有料に切り替えようかなと思ったんですけど、まず
職人さん、全国の職人さん、その職種はもう足場塗装シーリングとかだけじゃなくて、まあ建設業特化型求人無料、完全無料で、多分4月1日ぐらいから多分あの説明欄に貼ってあると思うんで、あれでも絶対得だよね。そうですね、普通だって会社なんか求人やったら本当にまあ知らんかもしれんけど、1回求人出すのに10万円とかかかるし、まあインディードとかでもワンクリックいくらとかだけど、まあ多分俺がようやっても定額制だって YouTube で宣伝しとくただじゃん俺らは、はい、普通は雑誌とかってお金かかるじゃん、俺らはもう無料でやれるから本当にめちゃめちゃ店来るもんな。めちゃくちゃ来ますね。で俺が来るたんびにあのこいつの食ってこいつの食ってって全部まあいろいろだね、全国からいろんな人が来るから、まあせっかくだったらじゃあ求人やって、でそこにまあ本当に多分動画とかも投稿できるようにしようかって会社側がね、で無料完全無料、ぜひ登録してください。求人サイト外れた俺ここも撤退するんだよ。あ、はい撤退するよ。もうもっと狭い部屋になるよ。あ、撤退したら足場の詰め所が空いてるもんで、足場の長男も使っていいっすよ。あ、なんかいろいろスケジュールも変えてんだ。スケジュールも変えてます、うん、パッと見てわかるんで。あ、危ない危ない。レビちゃん僕が支えてあげるよ。レビちゃん僕が支えてあげるよ。レビちゃん支えてあげるよ。通報いたしましょうか。通報いたしましょうか。何これ、何かや足場撮影、ああ、撮影とかも書いてあるんですね。うん、何これ15時 HG って何これ。ハードビーが来るってことで、今ですね、今。あ、今日です。はい、今日で、ね、今ですね、はい、あのハーゲっていうことですね。15時にハーゲが来るよっていう。ちゃんとメモってきました、忘れないように。フォー、それは本物の HG です。ちょっと古くないですか。フォあれ、まあ、あれか、レビちゃんもう手が疲れたので、もうちょっと2年間しようね。チャンネル登録でいいね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ、レビです。フォボタン押されますよ。取れる、はい、このまま渡しますね。私めっちゃ感じる、めっちゃ感じる。